派の画家。初期オランダルネサンス期に活躍した。彼は、オーデバーテルで生まれた。彼の画家としての経歴は、画家組合に入ったブルッヘの時代が、最も長い。1494年に、ハンスメムリンクが死ぬと、ダビトはブルッヘの主要な画家となった。ダビトは忘れられた存在であったが、 1860年代初頭に、ブルフェの公的記録が調査され、画家の生涯に光をもたらした。現在の記録的証拠は、以下の通りである。ダビトは1483年にブルフェにやってきた。おそらく、アルベルト・ファン・オーデ・バーテルの下で初期の画風を、確立したハールレムからやってきたとされる。1484年にブルッヘのセール化組合に、加入した。 そして1501年には、長老閣となった。1496年、金細区仕組み合いの長老閣の娘コルネリア・クヌープと結婚。彼は、町の代表閣の一人となった。彼は1523年8月13日に亡くなり、ブルッヘの聖望教会に埋葬された。ダビトは、初期の作品で、ディルク・ボーツ、オーデバーテル、ヘールト編。 トットシンとヤンスといったハールレム画家たちを継ぎ、すでに色彩効果に、巧みな画家として秀でた能力を見せていた。初期の作品、聖ヨハネは、ベルリンのカウフマンコレクションが所蔵し、聖、ヒエロムニスは、サルティングスコレクションが所蔵する。ブルフヘでは、彼は、ヤンファンエーク、ロヒール・ファンデルウェイデン、フーゴー・ファンデルグースらの傑作の模写をし学んだ。ここで彼は、 ハンスメムリンクの影響を最も強く受けることになる。メムリンクから対象を取り扱う、際の真面目さ、人物を描写する上での、より優れた、現実主義、そして人物を規律正しく配置することを習得した。1515 15年、ダビトは、アントウェルペンを訪れ、クエンティン・マサイスの作品に感銘を受けた。マサイスは、より偉大な生命力と、 聖なる題材の概念における親しみを紹介した人物である。ダビドの描いたピエタはロンドンのナショナルギャラリーに十字架効果はパリのカバロコレクション所蔵である。これらはこの影響下で描かれ劇的な動きの感覚で注目される。しかしダビドの宿命ともいえる作品はアントウェルペン訪問の前に彼が描いた巨大祭壇画である。聖カタリナの結婚は ロンドンのナショナルギャラリーに王座につく聖母と聖人たちは、ジェノバのブリニョーレ・サーレコレクション所蔵である。筆章店は、ジグマリンゲンコレクション、ブルッヘのシオンのカルメル会に総員から、謝礼なしで描いたという、天使といる聖母と聖人たちは、現在ルーアン美術館にある。ほんの数作だけがブルッヘに残る。カンビュセスの審判、シサムネスの合奪、キリストの洗礼が、 グルーニング美術館にある。聖母教会には、キリストの変容がある。残りは、世界中に散らばり、これが彼の名前を忘れさせ、歴史にうずもれさせることとなった。彼の作品中には、美のすべてと精水が注ぎ込まれている。彼は、芸術史に何も刷新を加えなかった。彼の最高の作品でさえ、 彼は先駆者や同時代の画家の芸術に新たな多様性を与えたのみである。彼の絵画のかなりの数が初期フランドル画家の展示のため1902年にブルフヘに集められた。ダビトが死んだ当時、ブルフヘの栄光と画家の流星は衰えつつあった。アントウェルペンがそれに代わって政治的商業中心地であると同様に芸術の権威役となった。 ブルヘデのダビトの弟子は、アドリアン・イセンブラント、アルベルト・コルネリウス、アンブロシウス・ベンソンのみが重要と記録される。その他のフランドル画家、ヨアヒム・パティニール、ヤン・ホッサールとは彼によりいくらかの影響を受けた。ありがとうございます。